皆さんはこんばんにちは。そしていらっしゃいませ、朝食劇です。というわけで今回はキャプチャーボード JC550 プラスを説明していきたいと思っておりますわ思っておりますわよ。ですね、まあこのキャプチャーボードはですね、お高い3万ぐらいするやつだ。まあ、Amazon とかだったら2万いくらで売ってる場合もあるよね。まあ、ヨドバシとかで買うとこうなりますよ。って感じですわ。まあ3万2000円ぐらいだね。高っ。マジ高えわ。1万9000円のやつも、キャプチャーボードの方がまだいいわ、ね。そんなとこです。あれもね、60fps じゃん。IO データのやつでしょ。それで多分満足だと思うけどね。まあこれは何がいいかっつうとですよ、まあライブ配信もできーの、いろいろ設定ができーのみたいな感じでね、細かい設定ができるからなんじゃない。あとカバーが変えられるってやつですよ。カバーあんまりだよね。あんまり関係ないよね。まあデフォルトのこのカバーが今なんか映ってると思うけどさ、このモニターにね、そのカバーの方がかっこいいじゃん変える必要ないと思うんだよね、正直。まあね、自分が好きなゲームの、ね、イラストをこうプリントアウトしてそこに貼っ付けられるよみたいな機能があるのですよで、まあ、表記的にはね、JC550 じゃなくて551になってんだよね。ドライバーインストールするとさ、551って表示されるんだけど。まあ、プラスだから1なんだろうけどね。そんなところかな。じゃあ、細かい設定とか説明をしていくぜ。画面切り替えます。はい、ではね、あの細かい設定の方を説明する前になんだけど、こちらのね、公式サイトは、メディアさんのサイトからこのね、JC550 プラスのドライバー、まあ、このダウンロードというところをやると、ドライバーとソフトウェアがありますのでね。まあ、ソフトウェアっていうのはこの、リカンツロー4ってやつね、バージョン4ってやつなんだけど、これをやってください。でドライバーもね、ドライバーを入れないとキャプチャーボードのあのアプリケーションは入れても映んねえよっていうことになるので、これもドライバーも入れてね。一番上のやつが新しいので、これをインストールすれば問題ないかと思いますので、まあそんな感じかな。はい。まあ省エネモードになりますよみたいな話ですね。音声遅延とかあったんでね、まあ初期はそんな感じですよね。でまあこれがまず準備しておくやつです。すげえまあですね、はい。でまあ次なんだけど、これね、これがさっきインストールでソフトウェアなんだけど、これでやっていきましょう。で、まあ、設定とかここに、編集とかあるんだけどさ。解像度がこうなってる。なんだろう。まあ、これは多分ライブのやつなんだろうけど。さあなぁ。はい。で、まあ、細かい設定はここ。ここのね、ペンマークをクリックすればいい。これはグラボですね。グラボじゃないと多分無理です。フリーズしちゃえばとてもじゃねえから何にもできない。ここは好みでどうぞ。264でもいいんだけどね。これはこっちにしている。265の方で。FPS、あ、そうだ、FPS はですね、
60っていうのがないんだよね。 59.94 しかないんだよ。ちょっと謎なんだよね、これは。こっちだったらあるのかなと思ったらないね。ないね、何もないね。まあそんな感じですわ。音が悪いのは多分俺の原因なのかもしれないですね。ちょっとまだ検証ができとらんのですわよ。プレイステーションの画面が今ありますね。で、まあ設定的にはこのサウンドとスクリーンをクリック設定が決定してください。で、の映像出力設定で今 720p かにしてるんですけど、 720p にしてる理由は、まあ、これは 1080p にしてみましょうか。 1080p にするとですね、まあ、しばらくするとなるんですけど、画像は綺麗だと思いますけど、多分今音声がブズブズ言ってると思います。ちょっと不快なので戻しましょうか。あのね、これにすると音声がなんかブズブズ言うんだよ。意味わかんないでしょ。意味わかんないべ、これな。ミュートにしてやるぜ。まあ、言うてる人も同じなんだよ。はい。いや、戻しますよ。戻すとどうなるのか。まあ、全然大丈夫なんだけどね。これ、一応これになってますよ、みたいな一覧が出る。はい、そんな感じでございます。で、まあ、720p が 720p、なんで72だ。にしないと音がなんかブズブズいっちゃうんだよね、みたいなね。これは多分 USB の干渉とか、なのかもしれないです。あの、普通にオーディオインターフェースじゃなくて、マイクのハブ、パソコン自体についているマイクのジャックでやる分には、マイクでのプツプツはないんだけど、オーディオインターフェース通してやると、なんだろうな、多分容量不足なんだろうね、USB の。USB の容量不足でプツプツになっちゃうよ、みたいな感じになるんだよね。俺、キングダムガムデリバランスでちょっとやらかした。ですよね。そのプツプツのまんま撮っちゃってさ、もう、やっちまったな、つって。そんな感じでした。だからまあ、これは 720p にして撮るのがベストですね。多分、スイッチとかもそうなっちゃうかもしれないんで、720p で。してくださいと言ったところかな。まあ細かい設定つってもまあそれぐらいしかないんじゃないか。で、こっちの設定っていうところがあるんだけど、設定をクリックするとですね、まあこれは関係ねえな。一般共有はまあ YouTube とか Twitch とかですもんね。これもオフにしているけど別にオンでもいいんだよね。 iOS、 まあ要するにスマホのゲームとかを撮るときはこのオフにしないとダメよ、みたいな。でさ、でまあこれはね、このカバーがあるんだけど、そのカバーのデザインを変えることができるという感じですね。まあ、これ紙なんだけどさ、プリントアウトしないとちょっとダメなんだよね。これをクリックして、ここに、ドラッグ&ドロップでも、ここのプラスをクリックしても別にいいんだけど、そうすると、ここに画像がバッて出て、バッて、まあ、カバーが出来上がりみたいな。カバーの出来上がりみたいなになるんですけど、まあ、カバーを作るにはプリンターが必要ですね。まあ普通の紙でもいいんだけど、 A4 のね A4 のが年始とかの方がね、まあいいかもしんないです。まあそんな高いのが年始でプリントするっていうのもどうかと思うけどね。
まあ A4 でなんか雰囲気的な感じでやればいいんじゃないですかね。これがまずモニターだったらな、切り替えられますよみたいなね感じで、紙だしね、紙かよみたいな感じですよね。ディスプレイになってたりしたら面白かったんですけど、まあそうすると余計な電力食っちゃうからな、意味ねえもん意味ないのに電力食ってもしょうがないからな。まあそんなところですかね。デバイス情報も見た、俺も見た。まあ一応オフにはしてるけど別にどうでもいいです。まあオフにするとこんな感じ。オンの場合、オフの場合、オフの場合だとね、プレビューができねえんだよな。そんな感じですね。まあだからパソコンのやつとかパススルーはできない。つってもまあパススルーつってもあれだよね。携帯の画面はパススルーだから、問題ないと思うんだけど、携帯のモニターがパススルーってよくわかんないけど。まあ、ね、携帯の画面見ながらやればいいんじゃないのといったところですね。オフだと、こちらのね、この画面に映ることができる。今遅延がほとんどないんだよね。今ボタンを押して、すぐ動かせているんで問題ないです。遅延はほぼないですね。ツンツンツンね、こんな感じで。もう、全然大丈夫なんだけど。遅延なしでやってみます。一発ボタン押しますよ。はい。はい。まあ、こんな感じだね。遅延なしですわ。まあ、いいショーでこんな感じですね。はーい。わかりやすかったかい？まあ、録画するときはここのボタンをバズッと押して、ここは、スクショ。まあ今この映っている映像をもうパジって撮る感じですね。ライブ配信するときはここクリックすればいいんだよね。まあ俺はライブ配信とかしないから。マルチ配信って何だろうね、これ。俺もよく分かってないんだよ。品質とかいろいろ設定ができるんだけどさ。ライブ配信とか。まあ OBS でやれば問題ないと思うんだけどね、その分は。ライブ配信するなら OBS の方が簡単のはずなんで、わざわざこっちでやんなくてもいいはずですわよ。で、これマルチにするとカメラとかがここら辺に出ると思うんだよね。そんな感じか。はい。まあ、プレイステーション側の、プレステ4側のね、設定と、こちらのソフトのね、ソフトウェアの方の説明をしましたというわけですね。まあ、わかりにくいわ。ここはね、ミキサーになってるんだよね。まあ、今、スピーカーとか、まあ、これやっちゃうとさ、ここの、今、奥になってんだけど、これやると、ゲームなど聞きながらできるんだけど、まあ遅延があるからパススルーのモニター画面見てやった方がいいと思いますよ。まあちょっとした作業とかだったらこっちでやってこっちで聞いて、まあ、ゲームするぐらいかな。そんな感じかな。以上ですね。これはあれですよね。これやんないとゲームの音が入んないぜってやつですよ。これやると音が二重になっちゃうんでやめた方がいいと思いますよ。ゲームをやる際には。だからこれはペケにペケマークをなくしましょう。はい。そんな感じですかね。まあどうなんだろう。ペケマークなんかつけなくても別にどっちもいいけど、はい、まあ好きなように設定はできるはずですので。ただ俺の場合はちょっと干渉しちゃったよぐらいな症状が出たぐらいなんで別に問題ないですわ。これからもこれで
動画撮っていきたいと思います。まあ今画像を見ていただける限り綺麗なのでね、前の878の場合はちょっとここら辺にブロックノイズみたいなのがちらほら出てたと思うんですよ。なんかパソコンのクロック数に合わせて、まあ要するにこの CPU 使用率の数字の変動に合わせて、なんかモヤモヤモヤってなんか動いてんなーって、いう感じだったんだけど、まあそれもないので非常に買い替えてよかったという面に関してはそこはいいですね。はい、まあそんなところか。まあ普通だったらこっちの設定でこの264で本来やるべきなんだろうけど、これはもう容量節約のためにこれこの265にしているだけですので、まあ皆さんがどちらにしてもいいですわ。どちらでもいいですよ。そんな感じかな。はい、まあ終わりたいと思いますよこれで。じゃあちょっと戻すぜ。はい、まあ戻ってまいりましたよ。やんわいやんわい、どうでした、わかりやすかったでしょうか。まあ教えるのって難しいよね。人に教えるとか説明するとか苦手なんだわおじさんは。うん、でまあ今回はこの GG551550 プラスねの説明をしました。でまあ干渉する分に関してはいろいろと問題がありまして、ちょっと不満な点もありますけど、まあ別に買って損したってわけでもないんだよね。高いもの買いの銭失いを発動してしまった878とは違って、こちらは、動画は綺麗に撮れるからね。まあ前のはね干渉しなかったのよね。なぜならそっちは USB2.0 だから。でこの550はですね 3.1 なんですわ。まあ、3.1 とか言ってるけど 3.0 で挿しても別に問題はありませんので、まあ、要するに 3.0 と 3.1 のね、USB ポートに挿さないとこれは使いね使いねって使いねえらしいですわ。まあ、実際に USB2.0 のポートに挿したら映らない。でまあ映らないっていう人は USB が 2.0 なんじゃないかなとか、あとはドライバー入れてないんじゃないとかね、いろいろ思っちゃうわけよ。あとは HDMI ケーブルアウトドイン間違えてるんじゃないのみたいな、そんなイージーミスする人もいるからね、世の中にはね。今回は実証はなかったけど、まあ実証してもいいけど、まあね、そんなにで、あれですわ、映しても、あれだもん、見栄えするもんでもないから。はい。で、まあ最後に私のパソコンのスペックを紹介いたします。まあ私の、ゲーミング PC の説明があって、と思うんだよね動画内で。それと同じスペックだから、まあ要するに第8世代のコアイン7と、まあ、メモリが16で、グラボは RTX2060 ですね。RTX2060 スーパーっていうのが出たんだけど、まあちょっと残念だ。ってところかな。うん、スーパースーパースーパー欲しい。まあ別に今はスーパー欲しいっていうスペック不足は感じないんだけどね。まあ要するにこの3つがあれば大丈夫ですわ。うん、コア i7 だし、第8世代だしね。うん、第9第8あたり、本当は第4以上のスペックらしいですよ。あとはまあ16以下だよね、メモリが。これは重要だわ。
重力ないとこれだって多分フリーズするんですよ。ソフトウェアエンコードなのでね、ハードウェア、前回説明した878はハードウェアエンコードなんで、まあその機械がね処理してくれるんだけど、今回はソフトウェアなのでパソコンに負担がかかるのよ。だから干渉とかわけわかんないのが出てくるのかもしれん。それはまあ USB のポートの問題かもしれんが。まあね、そう笑ってしまうというわけですよ、皆さん。まあこれでも買いたいという人、まあデスクトップであれば内蔵用のやつを買えっていうのがおすすめですわ。まあノート PC とかだったらこれにつければいいかもしれない。まあスペックが十分あればですけどね。はい、そんな感じですかね。それでは説明を終わりたいと思います。まあ質問とかなんかありやしたらコメントとかなんかしてくれ。まあ当然誰もコメントなんてしないと思うけどな。しないと思うからとか言ったらしてくれるかもしれないけど、まあ、したらしたで、私が知っている範囲でお答えしますぜ。はい、それではね、今回はこの辺にしたいと思います。それではまたのご来店お待ちしておりますよ。バイバーイ。